前回ですね、ここの、しのちゃんすれの、すれたいの1だけ、ちょっと軽く読んだんですけど、私は、彼女に、私は来た、彼女にばったり会った、横切るように、彼女を横切るように会った、雨の中、アーリアは、何より先に来た。何より先に来たのかわかりませんけど、雨なのか。で、彼女は言った。彼女の名前はチノ。アイレット、ハーブロー、マイアンブレラ。私は彼女に傘を貸してあげた。そして彼女は尋ねた私に。何をかというと、come to some place called、ラビットハウスと呼ばれるところに来るかどうか尋ねて、明日来るかどうか尋ねて、そんで彼女は私にリプレイ、返済することができた。この傘を返せたってことですね。で、What am I in for?、疑問文なので、What am が、先行してますけど、I am in for what?、for は、何のためという中に私は、いましたか、いますか。私はどういう、何のためというシチュエーションの中、in that、要するに今言った内容の中に何のために私はいるでしょうか。みたいな。普通に考えたら、歩いてたら、ちのちゃんにばったり会うなんてことはありえないわけで、そんで、傘を貸して、次の日、ラビットハウスに行って傘を返してくれました、なんてことはないんだけど、なんで私はこんなに なってるでしょうか、みたいなね。それに対してみんながその、いろいろボケるみたいなスレですね、これは。She will force you to order. 彼女は、強制する。シール意思を持っているで、SVU、あなたに。SVO ですね。U が、前置詞なしで来てる名詞なんで、これの force の対象語、目的語ということで、force は他動詞というところまで確定して。で、これね、他動詞ってさ、直接目的語も前置詞なしで取れるんじゃないのかなって思ったんだけど、これ仮にさ、普通にこれ名詞にしちゃうとさ、ダメなのかな?何を、あなたに強制した何を、注文すること、オーダーは注文でしょ?彼らの、オーバープライスで、高価なインスタントコーヒー。インスタントじゃないですよ。カフィーですね。カフィー。要するに、インスタントコーヒーを、なんていうか、高い値段で注文させるために、やったのであって、別に偶然、やったわけじゃありませんよ、みたいなことですね。次。I fuck and kill rabbits. Guess what animal I am.、私はウサギを殺し、そして犯します。Guess は、推測するで、これは、あれですね、命令形ですね。ここに and が挟まってる場合は、なんていうか、これ、前の説の、なんか主語と同じ場合は、ここに愛を省略できるとかあるんですけど、これ、カンマの場合はね、ちょっとまた別なんですよね。推測しろ、what、何を、what animal I am、what が関係代名詞で、さらに疑問文の統治にもなってるな。私は何の動物なのか推測しろ。
私はウサギを殺して犯します。さて私は何の動物でしょう。推測しやがれこの野郎みたいな。はい、ウサギを殺すのは何ですか。狼ですかね。セックスウィズチノ、マイワイフチノ is so cute。 はい、なんか同人誌ですね、おそらく。私の嫁は超可愛いと。My wife and I will visit your shortly. Pick related. 私の嫁と私はあなたのところに訪れる。私の嫁と私は、ここで S なのかな？それとも My wife で一回区切る？いや、普通に考えたら、これは主語ですよね。私の嫁と私はあなたのところを訪れる。あー、つまり、この一さんがコーヒー、ラビットハウスに、行ってるんだけど、まあそこにもうすぐ私たちも行きます。ピクはね、これ写真、ピクチャーの略だと思うんですけど、ピクチャー。これは関連するの、まあ、過去分詞っぽいですけど、この場合は普通に主語の後ろに来てるんで、どうしてですかね。写真は関連する。まあ、もうすぐシャロちゃんが行くと、俺が行くから待っててね、みたいな。そういうことですかね。ドリンクマイワイフチノズコーヒー。私の嫁のチノのコーヒーを飲めと。カウフィーやネタはあまり使われないのかな。カーフィー、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 カーフィー。It's これなんだっけ ？Weird。Weird。それは不気味です。SVC。どのように不気味？何が不気味なのか。To hear a rabbit addressing。Addressing はね、あのアドレスのね、現在分詞で、挨拶の言葉、演説、講演。ウサギの挨拶は、を聞くことは不気味です。It's owner as his wife。それはオーナー、彼女の嫁としてのオーナーです。ウサギの挨拶を聞くことはとても不気味です。確かシャロちゃんってさ、ウサギ苦手だったよね。ウサギ苦手じゃなかった？ウサギの挨拶を聞くことはとても不気味です。それはオーナー、彼の妻としてのオーナー。オーナーって何のオーナー？彼の妻。つまりそれは彼女の持ち主、彼女のオーナー、彼女の主人、それは彼女の主人です。は？それって何？もしかしてこのウサギってこと？つかこのウサギって何？こんなんいたっけ？ちょっと俺ね、あの原作の方はね、あの見てないんでわかんないんですよ。あのティッピーとあのなんかアマウサアンのあのなんか黒いウサギ以外ちょっと知らないんですけど、こんなんいたっけ？ちょっと覚えてないんだけど。しかもさ、これ何気にさ、それはオーナーです、それっていうのがこのウサギを指してるとしたら、彼のワイフ、彼の嫁としてのオーナー。あ、このウサギがオスで、シャロちゃんがウサギの嫁ってこと？ん？オーナーだからウサギの方が逆にシャロちゃんの主人ってことか。それはオーナーです。彼の嫁としての。彼の嫁？彼って誰？まさかシャロちゃんが男の子だから彼って言ってんのか。このウサギはシャロちゃんの嫁としてのオーナー。ちょっとこれ意味わかんないっすね。彼の嫁？それは彼の嫁？ちょっとやばすぎるわ。She was just being polite. 丁寧。
彼女はただ